皆さんこんにちは。ディフュージョンラボチャンネルの中の人です。今日は画像生成速度が超高速になる TensorRT の環境を作ってみたいと思います。まだまだ出始めの機能となり、ステーブルディフュージョンの開発版でしか動作しないことと、ハイレゾ機能が利用できないなど不便な状況ですが、動画生成などで用意しなければならない画像数が爆発的に増えてくるため、動作の仕組み、構築方法については覚えておきたいと思います。まず今回は事前に用意しなければならないライブラリやツール群がたくさんあるので、先にそちらからの解説となります。 TensorRT の環境に移行するためには、 NVIDIA の最新ドライバー Visual Studio のビルドツール CUDA ツールキット CUDNN、 このあたりが必要となります。ドライバとビルドツールは CUDA ツールキットを動作させるために必要なものなのですが、私たちはステーブルディフュージョンからこの世界に入ったため、これらが一体何をしてくれるものか全く分かりません。しかし今回の高速化のためには必要なので、避けては通れないみたいです。当てはまっているか全く自信はありませんが、少し例えて解説します。私たちが利用しているステーブルディフュージョンは車、車体です。車は PyTorch という高性能なエンジンと Python というガソリンで走ります。このエンジンを利用して下道を走っているのですが、 CUDA ツールキットは高速道路という位置づけで、より効率よく車を走らせることができます。 CUDNN は高速道路上にある標識や案内板という位置づけで、高速道路を最高効率で走行できるようにするためのライブラリです。今回ご紹介する TensorRT はこの例えで置き換えるとスポーツカーといったところでしょうか。普段利用しているオートマチックイレブンイレブンは、このあたりのことを全く意識することなくボタン一つで生成できるようにしてあるツール群ということになります。それでは高速道路をスポーツカーで走行してみます。ひとまず NVIDIA のドライバーを最新状態に引き上げます。2023年6月1日時点の最新バージョンは 535.98 となります。ドライバーインストール手順だけは割愛させていただきますので、インストール後再起動を実行してください。概要欄よりマイクロソフトのダウンロードページに飛び、画面下部の Tools for Visual Studio をクリック、ビルドツールズをダウンロード、実行します。C++によるデスクトップ開発にチェックを入れて、右下のインストールボタンをクリックします。これでインストールは完了します。次に、概要欄より CUDA ツールキットを入手します。本来は、利用する PyTorch のバージョンに対応したキットのバージョンを調査するのですが、利用している PyTorch のバージョンが判明しているので、今回は 11.8 を入手します。ご利用の環境に合わせたボタンを押し、ダウンロードを進めてください。ダウンロードした CUDA をインストールします。 OK を押します。使用許諾に同意します。高速のままで OK です。こちらはビルドツールズがインストールされていてもされていなくても表示されますので、チェックを入れて進めます。こちらも次へで OK です。終了しました。ここからは Windows のユーザー名に漢字やひらがななどを利用している方向けの設定です。 C ドライブ直下に添付フォルダを作成、検索窓にシステム環境と入力し、システム環境変数の設定を開きます。添付をクリックし、編集ボタンから先ほど作成したフォルダに設定を変更しておきます。また画面下部のシステムの環境変数に CUDA のパスが設定されていることを確認します。コマンドプロンプトより下記のように入力し、実行ファイルの場所を示せばインストール完了です。次に概要欄より CUDNN もダウンロードします。こちらは NVIDIA のディベロッパーへのユーザー登録が必要となります。適当なアカウントでユーザー登録を済ませ、ダウンロードボタンをクリックします。I agree にチェックを入れ、 CUDA11 系列をクリックします。画面下部の ZIP ファイルをダウンロードします。
ダウンロードしたファイルを展開、下記の3つのフォルダを、先ほど確認しておいたCUDAをインストールしたフォルダに上書きします。再びコマンドプロンプトより下記を実行します。ファイルの場所が表示されればインストールは完了です。なお、こちらは不要かもしれませんが、念のため先ほどのシステム環境変数に下記を追加しておきます。ステーブルディフュージョンは念のため新規フォルダに分けて構築します。コマンドプロンプトを管理者で開き、インストールを行うフォルダを生成し CD で移動しておきます。下記コマンドでステーブルディフュージョンを構成します。構成されたフォルダに CD し、下記のコマンドで開発バージョンに切り替えます。起動前にいつも通りモデル VAE を保存している別フォルダへのリンクを作成しておきます。モデルが空だと大きな標準モデルをダウンロードしてしまうからです。準備ができたらバッチファイルから実行し、 UI が正常に起動することを確認しておきます。 UI を起動したコマンドプロンプトに戻り、コントロール C で終了し、プロンプト制御に戻します。次に概要欄の拡張機能配布先に飛びます。コードをクリック、ダウンロード ZIP をクリックし、ダウンロードします。展開後、出てきたフォルダを、下記のフォルダパスに配置します。次に、概要欄より、TensorRT を入手します。バージョンは8となります。展開して出てきたフォルダを、先ほど拡張機能を配置したフォルダに投下します。これでようやく機能を有効化できます。再び起動バッチを実行。正しく構成できると UI のタブに TensorRT が表示されます。ここから TensorRT 環境でモデルを利用するためモデルの変換を行います。変換を行いたいモデルを選択し、 Convert Unit to Onyx をクリックします。30秒から1分くらい待つと画面がこのように表示されますので完了です。下記フォルダに変換されたオニキスファイルが生成されます。このフォルダのパスとファイル名をコピーしておいてください。次にコンバートオニキス2テンソル RT タブをクリック。オニキスモデルファイルネームに先ほどのパスとファイル名を指定。下記は生成したモデルの上限値を設定します。ここで設定した画像解像度、バッチサイズ、プロンプトトークンを超えて利用することができなくなるのですが、あまり大きな解像度を指定すると生成時にエラーで終了します。今回は標準設定で変換します。この UI 上で生成するのではなく、可能な限り VRAM の消費を抑えて生成に集中したいので、一番下のショーコマンド4コンバージョンをクリックします。右側にコマンドが表示されますので、これをメモ帳などに控えておきます。 UI を起動しているコマンドプロンプトに戻り、先ほどの手順コントロール C で UI を終了させます。このほかブラウザなど可能な限り終了させておいてください。先ほど控えたコマンドを順次実行します。最後のコマンド実行後10分から15分程度待ちます。表示がこのように切り替わると変換完了です。下記のフォルダに変換後のモデルが生成されたら成功です。再び UI を起動し設定をクリック。ユーザーインターフェースのクイックセッティングスに下記を指定します。 SD ユーネットに変換後のモデルを選択し、生成ボタンを押し、画像が生成されたら成功です。シードを固定し、同じ画像を生成した時に強烈な高速化が行われていることが確認できます。一度に多くの画像を生成するとその効果は歴然です。残念ながら現時点ではハイレゾ機能やコントロールネットを併用することはできませんが、今後の機能拡張が楽しみです。今回は以上となります。そろそろ VRAM 10ギガでは物足らなくなってきたと所長が漏らしていました。必要とされるスペックが最近どんどん増えてくるので、モデル変換時の効率化を期待したり、サポート機能の充実を願う日々です。また気になる新しい機能などがございましたら、こちらでご紹介させていただきます。チャンネル登録、高評価ボタン、引き続きよろしくお願いいたします。それでは、次の動画でお会いしましょう。